ちょっともえちゃんです。ダイナーで不思議なたっくんです。ニコニコリンクときちゃんです。はい、というわけでね、今回はですね、はい、YouTube 上でポケモンのオリジナルアニメーションが上がっているのは皆さんご存知でしょうか。知ってます。はい、その名もですね、はい、薄明の翼っていうアニメーションがですね、はい、まあ、YouTube に上がっているんですけれども、はい、薄明の翼っていうのはまあどういうものかっていうのをちょっと軽くね説明すると、はい、ガラル地方に住んでいる若者たちの苦悩や葛藤などを描いたショートアニメとなっております。はい、テレビ東京でやってるアニメのポケットモンスターとはまた別のアニメーションという感じになっておりましてですね、はい、ゲームに出てくる登場人物とかもね、うん、まあ、出てきたりとかしてすごいアニメになってるんですよ。うわー、はい、ですね、今回ポケル TV としては初薄明の翼についてちょっと企画にしようかなとしたいと思うんですが、まあ、はい、まずはね、まあ、じっくり見ていこうかなと。おい、はい、初ということで1話の方をですね今回視聴していきたいと思います。なるほど。それじゃあ早速見ていきましょう。はい、それでは視聴する準備ができました。早速ね、見ていきたいと思います。はい、聞こえるでしょうか。いきなりね、ねえ、いきなりダンデですよ。すごいポスターめっちゃ貼ってあったね。ね、映像がめちゃめちゃ綺麗。ポケモンリーグ、チームリーダー VS チャンピオンのビッグマッチ。待って、来てる。ガラルハラの最低。トミー、早く。あ、今がトミーってね。チャンピオンダンデ。真剣だって。間に合った。ねえ。かっこいい。かっけえよ。これ。これ。いけ。なんでティザーだ。うわー、いいぞいいぞ。画面の中でいいですね。ミッドフライゲー。なんでとリザードが好きなんだね。よっしゃー、勝った勝った、リザード。あー、最高。うわ、最高だ。やっぱすっげー。だっけーよ、これ。この表情見た今。よかった。一度でいいからダンデの試合をスタジアムで見たいな。見たいね。俺も見たい。それ委員長、そろそろ病院の方へ。外にタクシーを用意してありますので。タクシーが、空飛ぶタクシーだ。これは立派なアマーガーですね。すいやせん、こいつ俺以外に懐かないやつで、スピードはガラル1なんですがね。委員長、お急ぎを。いいね、クリームさんの、癖が、うん、ほらほら走るな。ポスターかっこよくね。ポスター欲しい。もうすぐローズさんいらっしゃるって。ローズさん、あれ、今日ローズさん病院訪問だって言ってたじゃん。知らなかったの？ローズさんって、このローズさん、うん、あれ、この子めっちゃリザード好きで、ね、ねえ、友達になれるわ。行かないの？ローズさんに手紙書く。ダンデの試合に招待してくれるよう頼むんだ。うわ、ダンデの試合？無理だろ、チャンピオン戦のチケットなんて手に入るわけないじゃん、ね、それに頼むなら直接言えばいいだろ。手紙の方がいい。伝わるもんね。俺、先行ってるよ。わぁ、真剣だ。あ、もうローズさん来てるね。ありがとう。食べてほしいな。できた。頑張れ、頑張れ、落ちるぜ。ローズさん、もう帰っちゃったぞ。え、多分、屋上だと。あ、帰っちゃうの。頑張れ、頑張れ。急いで、急いで。あー、かわいい。囲んでる。頑張れ、間に合うか。頑張れ、大丈夫。あー、乗っちゃう、乗っちゃう、乗っちゃう。ねえ、ああ、どうした？
迫力すごい。ねえ、すごいね。いや、君はさっきいなかった子ですね。ありがとう。大丈夫だよ。嘘だろ。すごい、懐かないって言ってたのにね。君、ポケモン好きですか？はい。ポケモンも君が好きみたいだ。委員長。それ、ローズさんへの手紙です。読んでください。ちょい。手紙、渡せたのか。君、ポケモンに好かれるのは、いいトレーナーになれる証拠だよ。あれ、お客さん何かもらったんですかい？おー、上手。これ、よく似てますよね。おー、うわー、かわいい、かわいい。あー、かっこいいよな。いやー、すごかったわ。いや、すごかった。キテルグマがさ、後ろでこう荷物持ってたりとか、男の子の部屋だったりとか、すごい細かいとこまですっげー描かれてて、すげーって思ったねえ、なんかもうさ、自分たちの周りにポケモンがいたらあんな感じなのかなっていう想像が膨らむよね。確かに、なんかさ、そのゲームもだけどさ、実際にそのガラル地方のさ、みんながさ住んでる感じとか生活の様子がさ、すごく細かく描かれてて、そこがなんかめっちゃ素敵だなと思った。本当だね。まあすごいね、素敵なアニメだったんですけれども、それぞれなんか印象的なシーンというかお気に入りのシーンがね、あったんじゃないかなと。あったあるよ。一人一人聞いていこうかなと。あ、なるほどね。じゃあ僕からいいですかね。いいよ。俺はね、あの、なんといってもやっぱダンデがめちゃくちゃ好きなんで、もういきなりね、あのダンデの中継って時点ですげー上がってたんですけど、斎藤と戦ってて、斎藤倒した後カメラにチラッと映るちょっとドヤ顔というかクールなドヤ顔の、ダンデ、あー、かっこよかったよね。でもかっこよかったわ。こんな感じだよね。やっぱすっげーな、ダンデ。リザードポーズをね、極めてる僕からしたら、まあちょっとね、あれはまだ80点ぐらいだったんで、もっとね、もっと極めたいですけど、もっといける。ダンデにでもまあ一歩近づいたんじゃないかなと。萌ちゃんは？私はね、やっぱりそのリザードが映ってるシーンは全部好きなんだけど、あの主人公がすごい好きなのと、あの私も結構ね、思いを手紙で伝えがち、だからこう感情がね、こう、あ、わかるわかるわかるみたいななるんで、私はね、あの手紙を一生懸命書いてるシーンがお気に入りなんだけど、まあこんな感じかなって。手紙の方がいい。俺先行ってるよ。文字だとね、やっぱ残るからね。普段からこうポケのお絵描きしますけれど、なんかよりこう今の再現だとこう必死さが伝わるというかね。トキちゃんは？私はね、どのシーンも印象に残ってるんだけど、特に1話はローズ委員長がすごいキーだなと思ってて、一生懸命その少年の手紙に気づいたりとかさ、描かれてる絵に対してさ感想を持ったりとかしてね、なんかそこが私すごい良かったなと思ったの。何で笑ってんの？いや違う、みんな再現してるからさ、自分もこれ再現するんやと思ったら笑っちゃって。いや、してください。ちょっと見たい。こんな感じやろな、きっと。お客さん、何かもらったんですかい？これ、よく似てますよね。
いや、すごい。こういう感じやんな。うん、こういう感じだね。まさかローズ院長を再現する。いろいろ考えちゃうね。このシーンはこうなのかな、なのかなみたいな。そういうのもこれから明かされていくのかなって考えると、めっちゃ楽しみ。続きが。なんか私たちがお気に入りって言ってたシーンもさ、また改めてさ、みんなにも見てもらったりとかしてさ、みんなのお気に入りシーンとかもやっぱ知りたいなと思った。確かに。ぜひコメントで書いてください。はい。それでは今回の動画が面白かったよ、すごいなと思ってくれたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。お客さん、何かもらったんですかい？ん？これよく似てますよね。なんでだよ。すげえ耐えたのに。おい、このシーン北海道おまけで使おう。